セオ、遅かったな。なんでヨウコが？たまたま通りかかったら、アドリが冒険に行く支度をしてたからさ。私も付き合ってやることにしたんだ。ハセオも一緒に行こうよ。はぁ、こりゃ、ヨウコも連れて行かないわけにはいかないよな。このエリアのミッションは討伐系だ。マップに表示されたボスを退治しようぜ。なんでこんなことに。アトリ、今の戦いなかなかやるじゃない。ヨウコさんこそさすがですね。なんだ、仲良くやってるじゃん。ハセオ、いきなり呼びつけてすまなかった。そんな神妙な口調、あんたらしくないぜ。うん、そんじゃ、ちゃっちゃと間を駆除していきますか。間確認、気をつけろ、ハセオ。いる。スケーイ！このエリアの間はこれで駆除完了したな。助かったよ。タウンに戻ろうか、ハセオ。あんたか、連絡をくれたのは。あんた、天狼と知り合いなのか。天狼がおかしくなった原因を知ってるって。え、あんた確かケストレルの。シータサーバー、隠されし禁断の古戦場に向かった。妙子を追おう。
けど消えた。やだ、アス、やだ、消えるな、ヨーコ。もうなくしたくないんだ、二度と、もう二度と仲間を。だから消えないでくれよ、頼むから陽子。まったく、泣いちゃダメ、男の子でしょ。泣くんじゃないよ、男の子だろ。ちゃんとして胸張りな。汗を、エンデュランスを探せ。私の仲間に。はっ、ヨーコ、お前。だから泣くんじゃないってば。あんた強い陽光が消えた。リアルの陽光も未帰還者。俺はまた守れなかった。アトリにレベル上げに誘われてたな。シータサーバー、歌方なる高音の追憶か。それにしても本当に陽光さん、どうしちゃったんだろう。それは、え、何か言いましたか、長谷尾さん。レベル上げするんだろ。ミッションクリアして獣人殿まで行こう。やりましたね、長谷尾さん。あとは獣人殿の宝箱を取るだけです。ああ、何かあったんですか。今日の長谷尾さん、少し変です。陽子がリタイアした。リタイア、ゲームをやめちゃったってことですか。違う。また間か。アトリ、下がってろ。いいぜ、来い、来いよ。俺はここにいる。スケース。Thank you.
陽光さんもアイダに襲われたんですね。俺はまた救えなかった。ハセオさん、シノの時と同じだ。私のせい、私が碑文を奪われたりしたから。陽子をやったのはアイダだ。お前の碑文は関係ねえ。でもフィアタさんは、アイダが私から碑文を奪って活性化したことでアイダサーバーが形成されたのかもっておっしゃってました。だとしたらやっぱり私の。それはヤタの推測だ。いちいち気にすんな。でも天狼さんが変わってしまったのはアイダに感染したからです。天狼さんさえアイダに感染しなければ陽光さんはこんなことには。何でもかんでも自分のせいにすんな。そんなこと言ったら全ての責任は何も解決できない俺にある。私もう行きますね。ちょっと一人で考えたいことがあるんです。あ、それじゃあ今日はお疲れ様でした。陽光はエンデュランスを探せと言った。オーバンによればエンデュランスはエルディールーにいるらしい。よし、デルタサーバー従順なる怒涛の万葉へ行き、獣人伝裏のサインから転送しよう。ここからエルディールーに転送できるはずだ。嫌な予感がする。戦闘する覚悟をしていった方が良さそうだな。お前なんでこんなところに。な、エンデュランス。
セオ、あんたうちからエー様を奪いに来たんやな。あかん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 、うちのもんや、エー様はうちのもんなんや。渡さへん、絶対に渡さへん。サクも間に取り憑かれてやがったのか。まさか非分使い。あかん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 。くそ、やるしかない。いいぜ、来い来いよ。俺はここにいる。
セオ兄ちゃん。ボカ。うん。サクラ、姉ちゃんは大丈夫か。サク、疲れて眠っちゃった。眠った。ハセお兄ちゃん、早くエンデュランスを助けてあげて。ああ。よう、エンデュランス。起きろよ。聞こえてるんだろう。なんだ、君か。ご挨拶だな。放っておいてくれないか。うだうだしてんじゃねえ。起きろよ。何もかも失った。僕にはもう目覚める理由なんてない。そうはいくか。陽光のご指名だ。そんなことは僕には関係ない。だって彼女がいないんだ。彼女がいたから僕は戦えた。彼女を介して僕は世界と関わってた。でも、もう彼女はいない。僕はもう。彼女って、お前のそばにいた猫か。ミアは、彼女はずっと昔から僕の友達。一度いなくなったけど、戻ってきたんだ。僕には彼女しかいなかった。だから僕にできることを精一杯尽くした。彼女の言葉に喜んだり悲しんだり、それがとても幸せだった。お前が彼女とか言ってる猫はアイダだ。負けのわかんねえ人食いの化け物なんだよ。違う、彼女は彼女だ。彼女だけが、彼女だけが僕を。でももう僕を必要とする人はいなくなってしまった。愛だも何も僕には関係ない。今はただ彼女のことだけ考えて。叫んじゃねえ、笑わせんな。そんなこと言ってたら世界はほとんど関係ないものだらけだろうが。彼女しかいなかったじゃねえ。お前が彼女以外を否定してただけなんだよ。何もしてないくせに勝手に諦めて勝手に結論付けやがって。だって僕は。だってじゃねえ、言い訳すんな。彼女以外の誰も僕を必要だなんて。いいか、よく聞けよ。俺はお前が必要だ。ハセオ、僕は。あとは自分で選べよ。アリーナで待ってる。今のお前を戒めてるのはアイダじゃない、お前自身だ。
パイと一緒にエリアの調査を行うんだったな。シータサーバー粛清する盤系の白日無冠。エリアの調査を行いながら対処していきましょう。アイダ確認。気をつけなさい、ハセオ。このエリアの間反応は消滅したようね。これで終わりか。まだよ。あなたに大事な話がある。とりあえず獣人殿に向かいましょう。パイ、話ってなんだ？妖光のことにも関係しているわ。ザワールドにアイダに感染した PC が現れ始めたことは伝えたわね。システム側が制御できない PC だろ、天狼みたいな。そう。そして彼ら感染者もまたアイダ同様危険な存在であることが分かったの。感染者か。まるで病気扱いだな。似たようなものよ。いいえ、ただの病気の方がマシなくらい。先日のタイトルマッチで壁星級の天狼に倒された PC のプレイヤーが未帰還者になったわ。なんだと？つまりこういうことか。アイダ本体に PK されることと感染者に PK されることは同じ。ええ、その可能性が高いわ。そしてあなたがトーナメントの決勝戦で当たる相手だけど。まさか。ええ、そのまさか。感染者である確率が高いわ。彼らが倒した PC の中から未帰還者が出たの。アトリは出せないな。そうね。碑文を奪われたお嬢さんは一般 PC と変わらない。アバターを持つ碑文使いで挑まなくては危険よ。ハセオ、私を誘いなさい。このままじゃダメなんです。待ってばかり、頼ってばかりじゃダメだと思うんです。だってアイダや碑文のことは私の問題でもあるんだから。でもアトリは、あいつはあいつなりに。お嬢さんの気持ちを大事にすることは大切。でもそのためにお嬢さんが危険にさらされてもいいの？わかった。
アトリはこれ以降外す。じゃあメンバーはあなたと私ね。できればあと一人欲しいけれど。いる。え？エンデュランスだ。あいつがいる。確かに彼がその気になれば戦力としては申し分ないけれど、でも来るとは思えないわ。いや、あいつは来る。信じているんだ。パイと二人でアリーナカウンター前でエンデュランスを待とう。やっぱりエンデュランス来なかったわね。一応仮登録はしておいたけど。仕方ない、俺たち二人だけで戦おう。待ってください。アドリ、決勝戦の登録ですよね。だったら私もパーティーに入れてください、ハセオさん。お嬢さん、実はね。アトリ、決勝戦の相手はあのボルドーだ。はい、知ってます。でもハセオさんと一緒なら大丈夫。奴は間に感染している可能性が高い。え？感染者、アイダに感染した PC に PK されると未帰還者になる可能性があることが分かったの。非分使いとして戒厳していないあなたを参加させることはできないわ。でも今回は諦めろ。嫌です。だって私、お前の気持ち分かってる。そういうの全部ひっくるめて戦ってくるから。だから今回は見ててくれ。だって私、分かってあげて。お嬢さん、長谷尾だってあなたの気持ちを大切にしたいのよ。でも今回の戦いは危険すぎる。シノさんや陽光のように、もしあなたまで失ったら。わかりました、パイさん。長谷尾さんをお願いします。エンデュランス、なんだか嫌な感じね。何か悪いことが起こりそう。そうなる前に食い止める。アバターを使うつもり？アイダに対抗できるのは非分使いだけだろ。そうなんだけどね。心配しなくても、もうバカな使い方はしねえよ。そうじゃなくて、非分使いでもアイダに対して 100% の耐性があるわけじゃない。安全の保証はどこにもないわ。未帰還者になることだって。おじけづいたなら俺一人で行く。私には優しくないのね。あんた、優しくされるの苦手だろ。よくわかってるじゃない。俺とあんたは似た者同士ってね。言ってくれるわね。そろそろ時間だな。行くぞ、パイ。ええ。